子どもを放射線被曝から守るというふうなことで、次世代命を守る施策と、これはチルドレンファーストということでですね、まず福島県内外のホットスポットへの対応ということを述べております。福島県中だけでなくですね、この時点で、茨城、千葉、そういったところにもですね、ホットスポットがあるという事実がありましたので、これを述べております。そして低線量の長期被曝が及ぼすリスクの評価とそれを踏まえた施策に早期に取り組んでもらいたいと、低線量被曝についてはですね、これからも議論されると思うんですけれども、大変その住民の不安というのがですね、そこにあるということはご存知のことと思います。特にですね、私先週のことなんですけれども、私は鎌ケ谷の方でですね、診療しておりますけれども、鎌ケ谷の行政の方からですね、隣の松戸市でですね、甲状腺の検査をですね、松戸市がやってるんだけれども、私たちはどうしたらいいかと相談に見えております。松戸市並びにですね、その千葉市の北部の旧市でですね、昨年の秋ですね、市長さんたちがですね、旧市の市長さんがその国にですね、その要望していると、そういうのがまだ事実もあってですね、大変この住民の声をですね、まとめたその市がですね、実にまだこの放射線被曝の問題をですね、市民が生活の中で抱えているということはよくわかると思います。そしてこの検診項目はですね、現状行われている検診プラスアルファではなく、この原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、これは大変日本の歴史の中でも重要な法律ですけれども、それに規定された広島、長崎の原爆被爆者検診等を参考にですね、この今回の事故の特殊性に基づく検査項目を設定してもらいたい。その国がその責任を持ってですね、この医療保障、もし仮にですよ、何か発病した場合にはですね、そういうものを国が責任を持ってやる、治療に当たるべきだということが書かれております。住民の健康不安に対して検診をするということが本当のベストアンサーなのかということは十分議論しないといけないんだろうと思います。今栃木で例えばお母さん方と話してますとね、いまだに水を水道水を飲めない、要するに放射性物質がまだあるかもしれないんで、ペットボトルをわざわざお金を出して買って幼稚園で配布してるというようなことが起きてるんですね。でそういう不安を持ってる人たちに、じゃあがんの検診をやりましょう、こうっていうのが本当のこうベストアンサーになるのかどうか、かえって本当の意味でやっぱりリスクリテラシーっていうのはどう醸成していくかっていう中で総合的に考えていかないといけないところに、医療という形ですぐ答えを出すっていうのは何か落とし穴があるように私自身は思います。ですからもうちょっとその辺のなんで今まで線量の話をやってきたかっていうと、この線量レベルでどういうリスクがあるかということをもうちょっと抑えた上でどういう対策を考えていくか、総合的に考えるんだろうと思います。決してそれが検診という形に直結するとは私は思ってません。いきなり例えばがんの検診だとかっていうことを言ってるんじゃなくてですね、基本的には例えばここの会議でですね、私まだ7回や6回ですか、線量の把握ということでですね、議論、先生方が議論されてるのをずっと聞いててですね、大変綿密なことをおやりになって、それを今日本の一定の結論にしようとしてるということはよく分かりました。しかしそれだけではですね、今先生もおっしゃったようにですね、栃木県だけじゃないんですよ。他のところでもですね、まだそういうその他のところの水を使ってですね、調理しているお母さんだとかそういうのいるわけです。それはじゃあどうしたらいいかっていうとですね、それはじゃあがんの検診をやるとかっていうそういうことにももちろんなりません。ただその時にいろんな他の病気も含めてですね、要するに検診できる体制を構築していくっていうことが一つの僕はその安心を醸成することになるんじゃないかと思うんですよ。私たちのはその
母さん、あるいは子どもに対してですね、子どもたちに対して、そういう健康をその、まあ、支援している、今できることは、そういう検診、まあ、がんの検診ということじゃなくてもですね、僕はやはり健康を、見守っていくよという体制そのものが大事だというふうに思っているんです。それで、先ほどもちょっと冒頭言いましたけれども、例えば、低線量被曝の結末ということについてはですね、もちろん誰も語れないわけですから、それがもう情報としてはですね、日本のいろんな国民、お母さん方も被災されたお母さん方も含めてですね、いろんな国民の方たちにはそういう低線量被曝はどうなんだろうというそこはかたないその不安もあることも事実なんですね。このことについてきちんと解説できればそれが一番いいんですけれども、それはできないわけですから、これしょうがないと思うんですよね。その私たちはそういう検診という形で、まあ、見守っていきますよ、保証しますよという対応を取るしかないと思います。この問題は本当に大事な問題だと思います。で、ここで線量を一生懸命議論して来られたことで、私自身が自分自身でもやり、また他の方々にも、特に福島にいて言っている方に、これ大事だよ、だからやろうよねという話をよくしているのが個人線量計です。それで実際私ここでぶら下げている個人線量計で測って、空間線量のガンマから受ける線量がだいたい1ミリシーベルトなんですね。バックグラウンドとセシウムのやつで、それいうようなことで、ほいじゃ東京行ったらどないなるの、だからこれが 0.6 ぐらいなんですね、年間線量で。一つ言えるのは、これぐらいの線量であれば、例えば私福島の市内に行って住んでて1ミリ、年間1ミリです。これはバックグラウンドのガンマとセシウムのガンマを含めての線量なんですね。で、それで私が放射線のために大変な病気になるか、私それはあんまり思ってないんです、実は。だから線量測ろうよと一生懸命言ってるのは、そういうふうなことで自分自身の状況に関して把握する。なぜ不安になるかって言ったら、状況が分からないから不安になるんです。私もこれつけて測り始めるまでどれぐらいの線量が出るかというのは、空間線量計で普通の新地で家の前で測ると 0.5 マイクロシーベルトパーアワーあります。家の中で 0.2 ぐらいなんですね。それでちょっとその光が多かとか、あるいは言い立ての方行くとすぐ1マイクロぐらいにすぐなるし、でそういうような中で実際そのぐるぐる回ったり車で回ったりしてる生活の中で、どれぐらい実際持ってるやってる得てるかということを測ることで、やはりなるほどこの程度かというふうなことを自分で実感して、自分なりに納得しております。だから私健康診断っていうのももちろんいいかも分かんないんですけど、一つはやはり放射線のことですから、放射線状況をきちっとその個々の方々に理解していただくということは特に極めて大事かと思っております。先生のおっしゃりたいことは何となく分かったような気がしますけれども、そうやって個人がですね行動するところ、今の線量を測るのはもちろんそれは全く無駄だとは言いませんけれども、例えば今ですね、今日の時点でですね、この千葉県のですね、先ほど言った九州のですね、九州だけじゃないですね、他のところですね、まだホームページにですね測定結果を出してます、空間線量ですね。でこれをですね、かなりの方が見てるんです。そういう事実があります。でこれは例えば今ですね、先生がおっしゃって、例えば、今いろんなところ行って、飯舘村は、こういうふうになってる、だけどそこはどうだこうだって言ってもですね、実際に住民の方たちの不安を取る、だいたいその私はそれをですね、住民の方に持たせるってことはちょっとなかなかできないと思うんですけれども、そういうことをいつも普段ですね身につけておきなさいということもちょっとできないと思うんですけれども、実際にですね払拭するためにどうしたらいいかということについてですね、ぜひ先生だとか鈴木先生ちょっとお考えいただいて提案してもらいたいと思うんですよ。本当にその専門家の立場であればですね、今絶対大丈夫なんだと、そういうことを言えるのかどうなのかということですね。先生たちが大丈夫だって言えば人々安心するかどうかということなんですよ。
じゃないですよね。我々が言ったって同じですよね。私もいくらでもですね、もう実際にその地域に行ってお母さんにその言われましたよ。いや、まあ、今のところは大丈夫だと思うけども、一生懸命これから育っていく間にこう子どもたち見ていきましょうねぐらいしかこうちょっと言えないんですよね。だからそれは継続して見ていくってことしか俺は言えないと思うんですよね。結局先生がおっしゃったように、我々何言っても多分心配なお母さんは分かんないし理解できないし、心配するのは当たり前なんですね。でそれはどういうところから来てるかって言ったら、やはり状況が自分では本当に分かんない、だからその状況を知ることから始めようねっていうことしか我々にオファーできるものが実はないんです。でそれで随分長いこと検診するということは当然あります。ただそれでも今日自分の子供が風邪ひいたら、あ、これは保湿のせいじゃないかと思うの親心当たり前です。誰もそんなに思います。ましてや小児がんなんかなられたら絶対これ保湿のせいだと思われます。それは人間そういうふうに考えますし、そういうようなもんですから、そのアプローチはもちろん大いにやってくださってもいいと思います。ただそれ以上に状況を把握してくださる、その検診するなとかせよという問題以前の話に、自分の周辺状況、そういう変わってる方々に関して特に自分の周辺状況を理解してくださることの方が大切ではないかというふうに思っております。今線量が出てきまして、で線量からある程度のリスクがの想像できると、そういう状態を加えて何ができるかという議論を今からこの専門家会議でやることになると思いますので、のそれとリスクがどれぐらいかと、そうするとそれのそのリスクに対してどういう対応をするかということも、これはあの住民の気持ち、行政の問題、信用の問題、いろいろあるでしょうけれども、この会議ではむしろ科学的に考え、専門家としてどう考えるかということをお話しして、でそれを、まあ、その社会があるいは行政政治としてどう扱っていただけるかというような気持ちでおりますけれども、まあ、それが専門家会議最初にのこの会議の目的としてお話しいただいたところであると思いますが、まあ、そういう意味で今その医師会としての住民の心配、それからできるだけ検査をするというお話を伺いましたけれども、まあ、特に線量評価まではいかないにしても、その検診をするということのメリットも当然ありますけれども、じゃあデメリットはどうかということで、検診に対する考え方を祖父江先生に次にお話しいただきたいと思います、まあ、検査とか検診とかいうことが、まあ、一つの手段としては大きなものなわけですけれども、まあ、それを実際に提供するときに、それが、まあ、考えている利益をもたらすということもありますけれども、まあ、それ以外に、不利益というものをもたらす可能性があるということを、まあ、十分に考えておかなくてはいけないというようなことをご説明させていただきたいと思います。頻度的に多いのはですね、この、偽陽性といいますか、疾患がないのに、検査の結果が陽性になると、いうことです。この方々に対してまあ、何もしなければ、検査もしなかったであろうところがですね、まあ、精密検査等の、ある意味侵襲のあるような検査もされることがあると、これがまあ不必要ではないかということが挙げられます。それからまあ検診に伴う合併症、まあ、こういうものはまあ、スクリーンの段階では少ないですけども、例えば、大腸内視鏡なんかをスクリーニングとしてやるというような場合には、ある一定確率で戦後ですとか出血とか起こると、こういうことはされておりますので、まあ、人間ドクターでも、まあ、そういうことが合併症として挙げられると。で加えて今まあ注目されるのが、寿命に比べて臨床的に意味のないがんの診断治療と書いています。これは、まあ、非常に、ゆっくりした進行をするようながんの場合、その人の寿命が全うされるまでに、症状を呈するような大きさにまでならず、そういったがんを検査によって検診によって早く見つけて治療してしまう可能性があるという意味です。韓国の女性におけるがんの罹患率の推移をここで示したものですけれども、甲状腺がんがですね、非常に急速に
増加しています。まあ、乳がんが増加しているのはまあ東アジア共通なんですけども、この甲状腺がんがこのスピードで増加しているというのは韓国特異的です。乳がん検診を、まあ、韓国の場合はマンモグラフィーに加えて、超音波を、使うと。で、超音波を使って乳がん検診をした際に甲状腺を同時に見るというようなことがかなり行われているようで、まあ、そのことで甲状腺がんを、見つけてしまうというような行為がこういう増加につながっているのではないかというふうに思われています。ですから、まあ、こういうその全体がんの罹患率の動向が、まあ、こういうようなことで、国レベルの罹患率がこのように変わっている、増加しているということの原因として、まあ、検診ということを考えられるのではないかということで、過剰診断を示唆するデータということで考えられています。このご説明をその厚労省、例えば厚労省のがん検診のあり方を議論する委員会で説明していただくのであれば、その意味は分かるんですが、今回この場でご説明していただいた意図というのがちょっともう一つよく分からなくて、これをもとに今後私たちはどういうことで議論をしていけばよろしいでしょうか。要するに検診というものにとってはプラスもあるけれどもマイナスもあるんだということの、まあ、感覚をこの、まあ、我々としては共有するということが必要ではないかなと思うんですが、もちろん我々、私も医者になっても50何年経ちますけども、最初のうちは早く見つけるということがもう絶対 100% いいことで、見つけなければ亡くなってしまうという時代も当然あったわけだし、まあ、がんもそういうものが多かったけども、どんどん世の中が進んできて非常に早い時期から診断ができるようになると、早く診断するということがそのがんの種類その他を考えると全て早く検診した方がいいということではないんだと、十分にそのデメリットも考慮した上で行動しなければいけないと、デシジョンメイキングをしなきゃいけないというようなお話ではないかと思うんですが、リスクの評価に関してもすでにアンスケアのお話はこの会議で1回分潰しのを使って、議論いただいたと思います。で、まあ、結局タイトルにも少なくとも急性影響といいますか、そのティッシュインジュリーはないということ、それからその将来の健康影響についても識別できるものはないだろうというようなのアンスケアの報告がございましたけども、怖いからこういう検査をやりましょうというのと、放射線のリスクはないんだけれども心配がならこういうのっていうので、ずいぶん科学的な議論が違うと思うもんですから、まずそこのところを最初にのと思ってリスクを申し上げました。24年の時にですね、国会や参議院本会議でですね、全会一致で可決されたこの法律ですね、そこの18条のところから11条のところにかけてですね、書いてあるんですけれども、国は支援対象地域、そして括弧付けてですね、その地域における放射線量が政府による避難にかかる指示が行われるべき基準を下回っているが、一定の基準以上である地域を言うというふうなことで書かれています。これがどこの地域を言うかということが一つ問題になると思います。それでその及び支援対象地域以外の地域で生活する被災者、これは遠くに行ってしまった被災者ですね、これはもう明らかに検診する対象になると思うんですけれども、そういうそれと支援対象地域以外の地域から帰還する被災者並びに避難地域区域から避難している被災者を支援するため、食の安全安心の確保に関する施策、子どもの学習等の支援に関する施策、就業の支援に関する施策、移動の支援に関する施策、まあ、等々です。これつながるんですけど、先ほどですね、私やはりこの松戸だとかですね、他のところのホットスポットのところの検診というのも、まあ、どうやってこの有識者会議で判断するのかということはやはり明確に出すべきだというふうに思います。それは、まあ、議論していただいてですね、まあ、要するにそういう声があるわけですから、そのことに対して、まあ、やっていただきたいと、まあ、それをこの、たたき台の中で、まあ、今リスク評価というふうな形でまとめられてますけれども、その後でもいいですから、そこのところはきちんとやっていただきたいと
というふうに思います。はっきりしてますのは、この法案ができた時と今と占領の評価が全然なかった時代と占領の評価がどんどんとできてきたと、リスクに対しても科学的にものが言えるようになってきたというのは非常に大きな違いだと思うんですね。それは今の段階での科学的な知識に応じてこの日本の専門家としてどう対応するかということはやはりすごく我々の大きな責任だと思いますので、非常にその今この十何人のこの議論はすごく大きな影響があると思いますので、それぞれ責任を持ってもし同意できないんだったらぜひはっきりと申し上げのお話いただいた方がいいと思うんですが、まあ、アンスケアレポートのいいところはもしあるとしてどういう疾患がリスクが高まる可能性があるかということと、これは絶対上がらないよという形の区分けがある程度できていることだと思うんです。で、私たちはやはりそこを抑えていかないと何でもかんでも見てしまうということになりかねないし、今までの例えば JCO 事故、東海村の後でまだ村民の検査をやってますが、村民たちは被爆線量は低かったんですが、毎年がん検診をやってるもんだから自分たちは放射線によってがんが増えると信じてる人がいっぱいいるんですね。で、やっぱりいろんな医療サービスを行っていくっていう時に必ずそういうなんでこのサービスをしてるかということが住民に正しく伝わらないとかえって違う健康不安を出してしまうということがあるかと思います。この事故の教えてくれることは社会的なインパクトからもたらせる物事まで考えなければならないというふうなことであろうかと思います。国としてあれ我々専門家としてもやはりこういうことが起こる、でそういうことに対してどういう手段が我々オファーできるかということをやはり考え、それまた国に対してもこういうふうな形でアプローチするのがいいんじゃないですかというようなことまで言うことができればと思っております。だから非常に広がりの大きい事故であるということで、それに尽きると思いますのでよろしくお願いします。